はストーンヘンジ周辺に複数の電子攻撃システムを配備している。ジャミング中はレールガン本体への攻撃はもちろんロックオンも不可能。電子攻撃システムを全て破壊しジャミングを解除。その後本体への総攻撃をかける。まずは電子攻撃システムを全て破壊する。レールガンの攻撃。空が覆われる。以前よりも発射頻度が上がっているぞ。着弾予想地点をレーダーに送る。赤く塗られたエリアが爆発の影響範囲だ。レーダーに表示される危険海内ではたとえ高度が低くても破片の飛弾を免れない。危険エリアから離脱しろ。電子攻撃システムは4エリアに分かれて配置されている。電子攻撃システムへのロックオンは不可能だ。機銃もしくは浮遊導弾による攻撃を行え。繰り返す。ロックオンはできない。機銃もしくは浮遊導弾を使用して破壊しろ。レールガンは後だ。レールガンへの攻撃は電子攻撃システムを全て破壊した後に行う。各機分解してこれを破壊せよ。また上空には熟練の飛行隊からなる応援部隊を配備している。敵航空機にも注意せよ。全ての電子攻撃システムの破壊を確認。待て。高速で接近する機影を確認。各機前方に敵を確認。全滅する。例の防衛部隊だ。気をつけろ。かなりの熟練パイロットだ。今までの敵機とは動きが違うぞ。23から18、そのまま回り込め。残り3分、あと4分。甘いな。敵防衛部隊の全員撃墜を確認。
体の破壊を確認。よくやった。さあ見てろ、完全破壊を確認した。君たちには特別な称号が与えられるだろう。作戦時間残り1分。